ちょっと、うん、パパ忘れ物してきたから、うん、どれ、ちょっと離れていい、うん、絶対開けとってな、パパも開けたいから一緒に、はい、絶対開けとってや、頼もうで、うん、信じてるから。皆さんこんにちは、コハタイチャンネルのパパです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はコハタイチャンネル初めてのモニタリングしてみたいと思います。内容はこの大きい箱、小さい箱を置いておいて、ちょっと触らないで待っといてねって言って、本当に触らない、見ないで待っておけるかという、まあシンプルなモニタリングをしてみたいと思います。まあ、ちなみに小さい箱は男の子が好きそうなお菓子、大きい方はいかにも女の子が好きそうなお菓子。まあ、早速やってみましょうか。もう自然な、もうありのままの小春と太一をモニタリングしてみたいと思います。それではレッツゴー、一斉ので、みなさんこんにちは、コハタイチャンネルのコハルです。タイチです。パッパです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日は、はい、ママが買ってきたこの箱に楽しいものが入ってるので、コハルと太一で開封したいと思います。まだ開けたらダメよ、置いといてね。え、コハルちっちゃい、わかんない、ちょっと置いといて、まだまだ2人で一緒か、一緒やから。パパのないの？パパのない、3人で2つ開けようかな。うん、何が入ってるかは分かれへん、いや、コハルちっちゃい、置いてる、どうしよう、何がありえるかな、何が入ってるかなって、当たるかな。全然わかんない。早く開けた。もうちょっとだけ待っといて。はい。ママちょっとだけトイレ行ってきていい？いいよ。どうぞ。じゃあ後でね、これ終わったら撮ろうかな。うん。全然わかんない。わからへんの。パパ多分やってたからわかるんじゃない？じゃあパパさ、なんか違う動画の挨拶だけでさ、俺のことをなんか聞いていい？何？痛い。せーの。ちょっと、うん、パパ忘れ物してきたから、うん、どれ、ちょっと離れていい、うん、絶対開けんとってな、はい、パパも開けたいから一緒に、絶対開けんとってや、頼もうで、うん、信じてるから、うん、すぐ戻るから。開けてあかん、うん、知ってる。ちょっとここもちょっとやってみただけ、動くかなって。開けないで、開けないで、お菓子だ、こっちお菓子だ、こっちはない、開けたい、何お菓子、お菓子、いやー、だけど違うじゃないか、開けてみたいな。どうする？どっちにする？小春、やっぱちっちゃい方かな。だって小春、だってじゃあお姉ちゃんだからちっちゃい方。大丈夫、大きい方。おお、優しいね。小春が譲ってあげるの？え、バンバンして割れるかもよ。え、割れ物これ。
いや、わかんない、内緒。だけど、お菓子かもしれないよ。お菓子かもしれない。タイトはお菓子かも。グミかもしれない。グミかもしれない。タイトはチョコのかも。チョコかもしれない。え、見てないよな。小春ちゃんは大きい方がいいけど、お姉ちゃんやから小さい方にしてあげようって。おー、優しい。タイチ君は大きい方、大きい方がいい。弟やから、うん、甘えて大きい方にしようって。大きい。じゃあ、何入ってるか。パパ、何と思う？おもちゃよりはお菓子かな。タイチもお菓子。お菓子、何のお菓子入ってるやろ。小春はお菓子に入ってないけど、グミかな。グミ入ってるかな。タッチもグミ。グミ入ってる？グミだけかな。一個と入ってると思う。それかもっといっぱい入ってると思う。もっといっぱい。いっぱい入ってそう。入ってるの？わかんない。何個ぐらいと思う？ママ、あの、ママは入れたから知ってるよ。タッチは買ったんだもん。10入ってると思う。小春は大きいしな。3個。タッチは10個。これがちっちゃいから多分3個。だって入れないもんな。10個はこんなんやで。こっちは何個ぐらい入ったの？10個。おお、すごい。だってさっき10個って言ってたもんね。じゃあ開けてみましょうか。はい。いい？いい。せーので、はい。この箱の中身を当てようとかじゃなくて、パパとママがいなくなった時に、小春と太一がパパのお約束を守って箱の中身を見ないかなっていうのを確かめる動画やったん。どうやった？見てない。見てない。ほんまに見てない。ほんまに見てない。鼻ほじてない。鼻ほじてない。鼻ほじてる。鼻ほじてる。本当に見てなかった？そしたらもうすごいやつ。タイチも見てない。タイチも見てない。タイチはちょっと見てた。コハルはこんな見た。見てるやん。あれちょっと見てる。コハルはこんな見た。でもどっちがコハルのか分からへんかったよな。あー、ちょっと見たけど、ちょっとすぎて何が言ってるか分からんかったってこと。タイチもコハタイチャンネルの初めてのモニタリング動画はまあ成功でした。見ないでって言ったお約束はギリギリアウト。ギリギリ見たか見てないか。あ、見てないよ。見てないな。見てない。こうやって見たんだけど、こう。これどうしたん、これどうしたん。それでは次のモニタリング動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。また見てね。コハタイチャンネルでした。